外人ばっかりやんな、コンビニの店員って。昨日も深夜のさ、0時過ぎにコンビニ行ったんよ。そしたらなんか外人のごっつごっつのなんか、人が対応してくれて、いらっしゃいませーみたいな。しかもアジア人だ。いや、多分、欧州じゃないな、ヨーロッパというか、イギリスとか、フランスとか、あっちの方やと思うけど、しかも太陽クソ。西日暮里のセブン、中国人しかおらんで、しかも太陽クソ。やっぱ店員って重要やんな、なんか一人でもさ、なんか、対応悪い人おったら、その店なんか行きづらくなるもんな、しかもそれが、なおさら自分の最寄りのコンビニとかやったらさ、いや、やっぱ店員の対応はやっぱ重要やね。かといって自分もコンビニの店員やってたことあるけどね。まあ人のこと言えへんわ。自分が店員やってた時もな、塩対応ばっか言ってたから。イギリスは見たことないわ。なんか自分だけいいの求めて、自分がやらされたら結局ちゃんとやらへんっていう、なんか、都合の良すぎる男っていうか、なんて言うやろ。結局口だけなんやなって思うけど、まあ、でも客側からするとやっぱそういうのは思うよな。が店員は笑う夏笑い。あ、マスタング大佐さん、120円。深夜、あ、ありがたいね。も対応クソやで。ありがたい。あー、嬉しい。ありがとう、120円。120円、ありがとう。240円。あ、アイムさん、200円。キャンセル料。キャンセル料ってどういうこと？ありがとう、ありがとう、ありがとう。アイムさん、両方初めて、あ、マスタングさん前してくれたけど、アイムさん初めてかな。キャンセル料ありがとう。久しぶり。お久しぶり。久しぶり。うん。コンビニの店員愛想いい女いない説。コンビニの店員は愛想いい女いない説。それな。気に入っちょ前にちゃんとした対応を認めてるじゃない。てかコンビニはな、そんなに可愛い子おらんね。コンビニの店員私がまあ生きてた子は、あ、生きてた中では。どちらかというと居酒屋とか、居酒屋とかそっち系のが可愛い子おるね。ファミレスはあんまおらんかな。そのサイゼリア、ガスト、あの辺のファミレスはね、可愛い子あんまおらんねんけど、これどうしようかな。PP ブースト。コンビニ行く客の方が変な人多いからね。いやー、ブーストもしたいけど、まあルリアがいるから、まあ次ルリアでいいんか。帝王のチャンネルキャンセル料。帝王のチャンネルキャンセル料。キャバクラは。あのね、自分がよくコンビニってか、まあ、いろんななんか話したすぎてなんかあれやなって感じやけど、何の話してるんやったっけ。とりあえずなんかその、まあ、一つまとめるとすると、なんやろ、とりあえずガストとか、サイゼリアとかのファミレスは可愛い子ら、で居酒屋はたまに可愛い子いる。パチンコはちょっとわからんけど、ほんで、コンビニもね、コンビニもそんな可愛い子おらんかな。可愛い子はあんまおらんかな。コンビニごときに何求めてんだよ。帝王の食べたいものは。さあ、ここはルリアが確定で出して、ただここでポセイドン出せないと。可愛いことも。従者とガルミー張って一気に詰めに行くのもありだが、いや、おじそうさんそれな、普通に、あー、ガルミーコンビニと無意識に女の店員さんのとこ行ってしまう。コンビニ行くと無意識に女の店員さんのとこ行ってしまう。あ、そうなんや。帝王のバイト時代も同じこと思われてたんやろな。自分のバイト時代は、こっち進化か、さすがに。ならいや、打点稼ぐのもありやな。どうしようかな。そういえば打点を稼ぐのかドローするか、ドローする意味ってあんの、これ。なくない。まあ打点かな。ガルミーで良くないか。使うわけがない。自分のバイトの時はその心配がない。なんかアイスのさ、アイスとかのそのスプーンとかを付け忘れが多くてさ、単眼望遠鏡を使ってる動画出してほしい。袋を持って帰って、でちょっと経ったら戻ってきてさ、スプーンないけどみたいな。
そんなんばっかりやったな、ほんまに。自分のバイトを。バイトでなんか雇う人いたんだ。うん。いや、それ多かった、マジで。スプーン入れ忘れて、で、2分後ぐらいにこう戻ってきて、スプーンないけどって言ってくるやつがめっちゃおった。何個でリーキスしたわ。弾丸望遠鏡の話して。コンビニはどこも人手不足やろ。いやー、それなかったら言うわ。だって持って帰ってさ、コンビニの袋持って帰ってアイス食べようと思ったらスプーン入ってないって。コンビニチョコもらえたの。いやー、ちょっと申し訳ないよね、やっぱり申し訳ないよね。申し訳ないわ。スプーン入れ忘れはちょっとさすがにね、言いに行くのもなんか客側としてめんどくさいもんね。わざわざもう一回同じ店に入ってわざわざスプーン取りに行くってな。まあ、別に自分怒られたことはないけどな、それで客側から。てよ、リスナーにホワイトデーのお返し用意してる。え、いや、ホワイトデー、自分女の子やからホワイトデーもらう。コンビニのバイトって楽がゆえに時給安いからね。スプーンくらい使えって思う。いや、スプーンだから外で食う人多いってことやろ。だからん、それ進化。いやー、 めんどくせえ。都合よくて草だて、だては引けないから。コンビニのバイト楽なん。めんどくさいことなったね、これ。大変そうだけど。非常にめんどくさい件について、これ。転役行くか、まず。おほーん、悪くないぞ。こう言って、どうしようかな。まあ、こう打って。楽なのは初耳。ホセイドンはさすがにないか、でも。いや、この際置くのはありな気もするが。いや、さすがにないか。そうだな。おお、むずいね、これ。欲望をここで切るのかって話やけど。セブンイレブン24時間じゃなくなるかも。どうしようかな、欲望。むずいね、これ。コンビニのバイトクソ楽ですよ。忙しいところは特に。あ、心理さん、こんちゃん。いや、次回もったいないな、なんか。さすがにこっちから入るか。いや、ニュートラルこっちの方がマウントしてるしな。まあ、2点ぐらいどうでもいいわ。欲望。よし。こんちゃん。おこんちゃん、コンビニのバイトで一番嫌なったのは、これ前、なんか毎回同じこと言ってるかもしれんけど、まあね、初めて聞きに来る人いると思うからいいけど、とにかく、あの、客層が悪い。なんかまあ自分の地域が悪かったのかもしれんけど、客層がまず悪いやろ。で、なんか、やること多すぎて、手が回らなくなって、もうなんか常に時間に追われてる感がすごい。で、とにかく常に時間に追われてる。要は、陳列とかしてるときに人がこう来たらすぐ対応しなあかんっていうところで、ん？そっち？まあ、開き力かね、相手。ああ、それでもうざいんか。帝王の性欲もう常になんか、客のレジに並ぶかみたいな感じだし、もうなんかもう常に追われてる感が嫌やな。ローソンファミマセブンの中で郵便のやつが一番面倒い。なんかもうなんかゴルフのさ、ゴルフの宅配とかなんか持ってくるやつおるやん。あんなもんコンビニでいちいちやりに来るなよ。違うとこでやれよと思うよな、マジで。どうしようかな。いたね、わらわら。いや、ゴルフのやつとかさ、コンビニでやるな。そういうめんどくさいさ、やつとか、その原付きのなんかバイクの、何？いた。あ、次回リーサルやった、これ。え、リーサルじゃなくね？いや、リーサルはないな、さすがに。ゴルフがゲージ。リーサルないわ。いや、ヤマト運輸っていうか、黒猫とかそういうところやってほしいな。すげえ、でかい荷物持ってくる人。
次のターンリーサル。いやとにかくね、そのまあコンビニでバイトしたことない人とかはなんか安楽的にうわめっちゃ楽そうやんって思うかもしれんけど、もうタバコの銘柄覚えなあかんわ、客層はめちゃくちゃ悪いわ。ほんでなんか一番最初入った時はトイレ掃除はなんかやらされるわ、安楽マトね、とにかくねマジであの小さい店舗の中でどれだけこれでもかっていうぐらいなんかこき使われるからな。いやそんなに楽ん、まあ、めんどくさいことしてくんな。まあとにかく自分はコンビニのバイトに関してはそんなにまあいい思い出はあんまないかな。だからこれなんかこうスーパーのバイト楽だよとか書いてるからなんやろな。箱が小さいところは楽そう。いや逆にだからそのスーパーのバイトが楽かなと思ってもなんか自分がやりに行ったら結局大変みたいなこともあるやろうしな。まあこれまあイライラすることしてくんな。コンビニって便利なイライラしてくることしてくるやん。もうほんまに人はいなかったの。久しぶりにこれ切断してください。もうほんま小賢しいにも程があるんだが、ちょーもうイライラすることしてきて切断するな。一番面倒くさいのは敬語ためでええやろ。あんなん客風情が髪気取る。コンビニって便利になりすぎたわ。確かにもうやることがどんどん増えていくもんな。これはなあ勇気の切断だ。特になんかファックスとかなんか印刷機をなんかスーパーは品出しが楽。何が思うの？印刷機のこうやり方教えてくれみたいなもね言ってくるやつおったな。